はい、おはようございます。音声のことでございます。おはようございますというところで朝のトークやっていきたいんですけど、昨日、ガードでとかっていう話をなんか面白パーとか言って遊んでて話をしてたんですけれども、どれだっけな、まあ、ちょっとアップがね遅くなってしまったのでいつもと違うんで申し訳なかったんですけれども、ドリコレガシースターが来たということで、一応いろいろ検証とか検討してみると、やっぱりもう鬼デバー間違いないんですよね。77.9デバフなので、おそらく上下で80を持ってないといけないのかなと。おそらく 80% をデバフパワー超えてくるんではないかなと、ね、いうような 80% 近くですね。77が多くなるのかな、多分77とかが多くなるので、まあ、上下で、まあ、ガードも合わせて、まあ、こういう相手がキャプテンシー積んでるとね、またちょっと変わってくるかなと思うんですけれども、まあノンガ、まあ、キャプテンシー1人とかであれば、まあ、こういう、アイノコプラスガード寄りっていうのもいいのかなと。46の81.5、まあやれるんではないかなとちょっと思ってるんですけど、これくらいが。ただランクマのスタートの時にあんまりがよろしくないので、盛りパタった時にはまあ昨日言ったような形でこの辺くらいがスタート限界なんじゃないかなというので、後半合わせて5人ね、デバフの方森の方は変えるし、デバフの人だったらガード高めていくとかっていう風な形、あとは相手も多分ガードを高めてくるので、まあ、その時どういう風に対応するかというのを、デバフのバランス見ながらやっていかなきゃいけないのかなというような気がします。はい、まあで、5人しか結局変えれないんで、まああの正直ランクマとかは難しいですけど、まあ今後そろそろですね、ツイッター杯の案内とか行くと思うんですが、ツイッター杯のじゃんけんとかをするときに、まあデバフパーの人が躍動しやすい環境が生まれてくるかなと思うんですけど、その時にまあ向き合う面として自分ができる限界が、84、まあ戦えるなと思える限界が84でしたね。はい、特に日本パベースでオランダのキャラクターとかもいないので、まあ、スタインとかねいればまたちょっとねデッキの作り方変えれるかなと思ったんですけど、スタインとかいないので、まあここにこれ狙われるのかな、どうなの、守備できないですけどね。シュートは若島津くんは多分抜けるはず、デバフのキャラクターに関してはと思ってるんですけど、あとここがどうしても技クラブのガードのいいキャラっていうのがいなくて、とりあえずこの人アウミージャ置いてますけど、まあ、上下ね8持ってるキャラクターなので結構でかいはでかいんですよね。で全体的に上下8や 7.5 持ってるキャラクターでデッキを構成してなんとかやれないかなというのと、まあ、どこまで行ってもおそらくキーパーが、自分の中だと若島津が、OMF、DMF 関係なく一番、今のデバフのシューターからすると安定するかなと思ってはいるんですよね。はい。で、まあ、ロベルトとかでね、どうしてもゼロ距離とか食らうと、なかなか同バフ値やちょい負け、ちょい勝ってても抜かれてしまうんですが、まあ、84までいけたら、前半はどうでしょうか。ここからこう、お相手が、デバフとかがあるなしとかによってバランスなんですけど、自分ももうこれ以上、キーパーをカリウサスに変えるとかしないとこれ以上状態上がっていかないんですが、カリウサスに変えると新田君の浮き玉やナットレーザーとかね、もしサブに入れてた場合放り込まれてしまったりもするので、その辺気をつけなきゃいけないかなっていうのと、あと今デバフで若島津抜くために実は片桐さん結構有効なんですよね。はい、なので片桐さんフォワードで置いといても若島津にいい数値出ますので、まあ、片桐さんとか使われても嫌だしというところで、まあ、あと青いドンですね、青いドーンがあるのでどこまで行っても青いくん、まあ、あのエスパーがいないので、まあやっぱり若島津かなというような形です。はい、でなんとなく組んでみたのがこんな形で、もう頑張った結果84限界したね。はい、これはまあやれなくはないかなと。ちょっとそうですね、お茶道が未知数なんですけど、まあ狙われちゃうかな、もう発射台になりそうな気もするかな。でも一つ封印できるからっていうと読みがちで、いけるかな。あ、素早いバスカードつけてなかったけど、本当にもうここまで行かなきゃいけないのかどうかっていうところで、まあちょっと普通にガードの2本パ作ったんですけど 76.5、この辺が
リアル数字 76.5 に3足して 79.5、 この辺がそうですね、日本パーにインドベルトでやった限界ですかね。まあワンチャンもヒューがここに入れてもいいんですけど、はい、まあその辺はね、あの相手のキーパーとかに合わせてやっていく感じでいいかなと。ヒューガーはね強いんですけど、ちょっと絆が1下がるのが心配ですね。85になんですけど、全体は75の78でフィジカルフォーメなので、まあよっぽどじゃない限り新田は止まるかなと思うんですけど、ローベルトどうかなというようなところです。はい、ここ日本、まあそうするとやっぱりさっきのあのお相手のデバフトあった時は、今日の朝の話じゃないですけど、こういうスタートですね。はい、こういう43の80.5 とかにして、まあ、後半もしねデバフのお相手あったらこういうふうにより固めて46の84とか83.5 とか、こういう方の方が、まあ、ある意味やりやすいかなと。ただデバフ対デバフをやるときに、皆さんどこまで行ってもそうなんですけど、日本人のキャラクターは海外キラーのキャラ、三杉くんとかね、あのツバホの翼もそうですし、青井くんもそうですけど、海外キラーのキャラクター多いので、まあお互い打ち消し合ってしまうから、お互いがね発射台とかになりやすかったりとかしなきゃいけないので、まあその辺どうなのかなというところなんですけど、思ったよりもデバフに対してしっかりガードをしていかないとランクもきついかなというような気もしてます。はい、実際、うん、今月はランクもやっぱスパスター4まで上がるまでにやっぱり多くのデバフ、特に最近はもうやっぱ J のガチャが長いので、デバフの遭遇率かなり高くなってますから、うん、ここね、まあもちろんあの飛んでけないとか飛んでくキャラクターっていうのが青井くん、まあ、限られたりして、自分の場合は日本のキャラクターなので飛ばれないんですけど、海外の方とかね結構大変だろうなとちょっと思ったりもしてます。はい、まあ、この辺をねどういう風に、しのいでいくか、あとドリームコレクションでミサキとカリウサスというところで、ミサキくんちょっと欲しいなというと、先月だっけな、情報修正来たカリウサスですね、こちらガードついてますので、まあ、ガード足りないキャラクターでキーパー、地上に関しては、フェイスのカリサスよりも強いですから、まあ、こちらの方使ってもいいのかなと。はい、連盟の面も使ってますしね、うん、はい、あとは、海外のドリーム、チャンピオンシップの最終予選がね始まっていきますよというところ、そしてシェスターですね。はい、カゴダスがアップしてくれたように、ディスコードの方でお知らせでついておりましたが、ガードもついてるし、封印ガードもついてるし、封印もついていて、スタミナキラーもついていて、自動パスカットもついていて、デバフマイナス8っていう。まあ、うん、まあデバフの中ではかなり、嫌なキャラクターではないかなと。まあ属性ちょっと分かんなかったですけど、これツバドンどうなんだろうなとか、青いドンどう止まるのかなとかちょっとね思ったりもするんですが、まあパスカット強いだろうなとちょっと思ってはいるんですけど、あれその中でこのイベント記念杯ですよね。はい、タイマーダックもやってくるんで、うーん、復刻だからこれあれですよね、本当いつも言うんですけど、復刻していいですから、復刻もうあのイベント作れないの分かりましたから、復刻していいんで、この箱キャラを、情報修正というか潜在つけたりとか情報修正してくれ全部っていうね思います。はい、このヒューガくんね、全然出てきた時とか使ってる人、嵐ね、このヒューガ使ってた人たくさんいたかなと思うんですけど、こういうような形で箱キャラ、今確かに配布箱キャラでも全然使えたりね、今回の翼くんなんかもかなり高い能力とかになってますけども、まあ、こういうタイムアタックとか、ハイでね、もらえる報酬のドゥーゴーとかもそうなんですけど、ああいうのをね、ちょっと見直して、しかもこれ何回もやることによって4突がね、できまして、それなりにね、例えばこのヒューガくんなんかシュートしかできないけど、シューター強いよとか、そういうのをねやっぱまた、やってほしいなっていうふうに思うんですよね。それをすることで、まあ3投しかない人はタイムアタック一生懸命やろうとか、そういうふうな気持ちになりますし、夢玉から回収して終わりっていう人が増えてしまうので、まあ、ちょっとねユーザーのモチベが上がるような施策をプラスちょい足しですよ、ちょい足しをねしていただければもう全然変わるので、もしまあ朝トークとかね皆さん聞いてないと思うんですけど、このちょい足しぜひね検討してほしいなと思います。さあ、そしてイベントラインナップで、この若島津のキャッチがフェスのキャッチだったらちょっとね、フェスから移植して、まあ自分もそうですけど、フェスから移植した人からすればどうなんだろうっていうふうに思ってしまうので、まあただ、うん、逆にフェスのキャッチないから使えないっていう人もいるでしょうから、このキャッチは何なのかっていうのがね非常に気になるところかなと思います。はい、さあ、
まさか今日来る、今日ドリコレがスタートするかなと思ったんですが、金曜日ということで、まあ、金曜日ねちょっと待っていくしかないかなと思います。また、ドリコレの詳細が出ましたので、まあ、ここで一気にねデバフのキャラクターでもうちょいだから全部デバフを揃えてしまおうとかっていう作戦もありますし、まあ、J の方引こうっていう人もいると思いますし、まあ、今回、我慢で、ね、月末のフェス待とうっていう方もいらっしゃいますし、まあ、あとはどこまで行ってももう10月の中旬ですので、まあ、あと1ヶ月すれば1ヶ月ちょっとすればワールドカップも始まってくる中でいつも言いますけども、グローバルのね周年が、やってきますので、で今日チームスキルはね早くも 6% フェースとかで登場してますけれども、まあだってデバフとかもマイナス8なんで6のデバフね、もう多分ほとんどバフ絆は6でしょうね。はい、まあその辺も含めてもうチームスキルとバフがあるっていうバランスっていうのがね非常に今後どうなっていくのかなっていうところで、もう思い切ってチームスキルなくしてしまったらどうかなっていうところがあるんですけども、チームスキルなかったらもっと自由にいろいろできるんで、もうバフデバフはもうもちろん ご新規さんからすると覚えづらいかなと思うんですけれども、もう絆要件だけでいいんじゃないかなと、このチームスキルいるかなみたいな、このチームスキルのなんか余計なこのスロットのところですね、ここ一個、ね、こう特上げてこうここもう一個追加すればいいんじゃないかなと思うんですけどね、ここがと、もうただもう覚えきれなくなってくるかなと思うんですけど、これ以上ねキャラクター早くなっても辛い部分もありますし、ちょっとねいろんな部分で見直しで、ここからまたマニュアルディフェンスが標準装備化させようみたいな動きもありますから、ちょっとねどうなのかなとちょっと思っております。はい、さあ、そんな中今日レオネス進捗でいくと、レオネさんとツイッター杯の第1回目のちょっと、やり取りをさせていただきまして、ある程度いい形が、できたんではないかなと思うんですが、最終的にレオネさんね、あの自分がフィードバックしたところにどういうふうに、展開されていくかというところかなと思うんですけど、近日中に第5回レメ対抗ツイッター杯の募集が始まるかなと思いますので、ぜひレオネさんのツイッターの方をチェックしていただければなと思っております。はい、また、今週は WCSC の決勝トーナメントという始まっていきますので、注目のね、あの本当に世界の、残った、連盟さんは本当にあのランクマンでも上位のプレイヤーがもう100人中スタメン全員ランクマンの上位100人の中にいますよとか、そういうプレイヤーめちゃめちゃ多いですから、ぜひねあのハイレベルなプレーちょっとチェックしていただければなと思っております。はい、さあ、そのところで今日はこの辺で終わっていきたいなと思うんですけども、まずは金曜日からですね、このデバフの鬼の状況の中でどういう風にねやりくりしていくかっていうところで、ガードも一つね一個しながら、まあキャプテンシーがいればワンチャン最悪点は取れるというようなねあの可能性はあるんですけれども、まあ全体的なバーガードがないと一番怖いのが、デバフのロベドンですよね。このロベドン、あの特にデバフ食らってる状態だとロベルトがただでさえ普段でも止めづらいものがよりゴリ押しが効く状態、またそして今回シェスター入りますので、頭のところでですねシェスターであのホットラインに乗っけられてブオーンと、あ、コブか、コブさせられてブオーンとね飛んでかれたらもうねいたたまりもないので、まあ、その辺がケアできるようなデッキを考えていくしかないかなと思いますね。はい、だってここロベルトにすればいいわけですからね。ここロベルト、青井くんはね今だいぶケアできたりもしますし、まあ、モリバーの人でまだナトレーザーセンターフォワードにやってる人がいて、カルツバントつけようとする人がいるんですけど、青井くんはねやっぱ突破できてしまうのと、やっぱ鬼バフの時はカルツでもね何でもあのロベルト止まらないので、まあ、そこだけ、まあただそういう場合鬼盛りの人ではね人は往々にしてミューラー使ってる場合が多いんですけど、ちょっとその辺もケアしながら、どういう風にね準備していくかっていうのも少し一個して、いろいろ、まああとは実際始まってみてランクまでテストしながら、今週はある程度落ち着くかなと思ったらシスターが強力なデバフ持ち、一番はねやっぱその数値が変わることでデッキが変わっていくっていうのがもう最近ここずっと言ってるんですけど、まあ本当に夏以降その週単、まあ2週に1回って言ってたものがもう週単位で
そのキャラクターのその数値の微調整でこの子スタメン、この子サブみたいなのとか、この子が、サブから、ベンチ外から サブに復帰スタメンに復帰とかっていうのが起こってるので、この微調整の波っていうのがなんかこう見える化できるといいんですけど、これ把握しないとやっぱりこうたまにこうインしてみたらなんかよくわかんないけどいなくなってしまうので、まあ、この分かりづらさっていうのもまあ一つこう離れやすいようになのかなと思います。はい、まあ、なんとかね、うまく伝えれればいいんですけども、その辺またトレンド変わっていくような形なので、まあ、あと皆さんの出来とね全然違うっていうのも一つあるって、結構やっぱり今トレあのランクまで自分みたいな出来ない人の方が正直少ないので、まあ、その辺もあんまり良くないなっていうところもあって、うん、なんとかこうそうですね、うまく立ち回れるような、機会を、考えながら日々過ごしていきたいなと思います。はい、まずは、まあ、今の環境は、まあ、今日までですね、今日までは今の環境、金曜日から、まあ土日をまたいで、ドリコレが入ってきて、鬼デバフがねますます加速していく中でどういう風に対応していくかっていうのは一つ、いろいろね持ちキャラを含めて検討していくというような形なんでしょうかね。はい、さあ、そのところで今日はこの辺で終わっていきたいなと思います。いつもご視聴ありがとうございます。木曜日で明日ドリコレ来ますので、皆さん、狙っていく人は天井行かないで取れるようになるといいなと思っております。それではまた。